石田三成は冷たい人だった。手紙からわかる戦国武将の性格。相手の人となりを知るのには、その人が出した手紙を読んでみるのが良いそうです。字のうまいや汚い、細かい字を書くか太い字を書くか、手紙の構成からリズムで来る人か情に訴えてくる人か、様々な性格が浮かび上がってきます。それは戦国武将でも同じで、残忍無比と恐れられた人が意外に神経の細やかな手紙を書いたり、温厚な逸話が多い人物が過激な手紙を書いたりします。今回はそんな戦国武将石田三成の手紙について見てみましょう。関ヶ原直前、真田昌幸淵に送った手紙。今回紹介する石田三成の手紙は、彼の運命を決定した関ヶ原の戦いの直前に、信州の真田昌幸、信行、信繁に西軍に加勢するように説得した手紙です。かなり長い手紙なので、要点を要約してある程度短くまとめてみましょう。この飛脚を沼田越えで会津まで通していただきたい。沼田、会津の間に他領があって問題があれば護衛をつけるなど便宜を図ってほしい。前回の手紙でも申したが、貴殿には小諸、以下、上田近辺の地を与えるつもりであるから、軍事行動を起こすなら今である。また会津の上杉や関東の佐竹にも軍事行動を起こすように通報しているが、さらに貴殿からも念を押していただきたい。最近越後の諸将からも秀頼様へご奉公したいとの旨を申してきた。妻子を大阪に置いてあるゆえ、嘘偽りはないだろう。一方で前田利長は母を江戸に人質に取られたためか、無分別な行動をとり、丹羽長重を圧迫しようとしている。現在家康の会津征伐に従軍した上方勢がようやく尾張三河のうちに登ってきたので、西軍に味方するよう交渉中である。徳川の伏見城には家康の留守居、鳥居元忠、松平家定、内藤家長伏1800名がこもっていたが、8月1日には攻略した。細川氏の領国丹後は平定し、雄斎は高野山へ追放することとした。また細川忠興の正室のガラシャは身柄を拘束しようとしていたが、留守居の者が誤解して殺してしまった。西軍の備えの人数書きをご覧に入れよう。東方は健康であるので安心されたい。貴殿の豊臣家へのご奉公、領国を増やす機会はこの時、くれぐれもご油断なきように。拙者は先に岐阜の織田秀信と相談し、尾張方面へと兵を動かした。福島正則とは交渉中で、その態度の遺憾で決着をつける。では貴殿からの色よい返事をお待ち申し上げる。漂う上から目線。自分に味方する大名を集めようとして書いた手紙なので、明らかな嘘や希望的観測に満ちているのは仕方ないとして、気になるのは上から目線です。領地の約束は当然なので良いとしても、秀頼へのご奉公という一文が鼻につきます。三成が秀吉の子飼いとして牽制を振るった昔を知る大名は、この一文で西軍が勝利したらまた三成めが秀頼君を差し置き威張り散らすのかと顔をしかめたでしょうし、元から三成が嫌いな大名には逆効果だと思います。あんたは秀頼公じゃない、ご奉公の一人だろうが、それを上から目線すぎるんだよ。こう思った大名は多くいたのではないでしょうか。情愛に欠ける文面。もう一つ、三成の文面には人質という文言が出てきます。越後勢が秀頼に味方すると言ってきているし、こちらでは人質を取っているから、よもや嘘偽りは言わないだろうということです。また前田利長については、家康に母親を人質に出したから分別を失い、丹羽長重を圧迫しているとし、人質の効能を過大に見積もっています。しかし人質を取っているから多くの大名は従うだろうという物言いは、従わねば人質を殺すという言葉の裏返しです。こんな人質を前面に出した文面をもらった側は、いい気分はしないでしょう。また東軍についた細川忠興の正室のガラシャを人質にしようとして失敗し、死なせてしまったことは家康に従って動いた大名たちを激高させましたが、三成はそれを留守居役の早賀天のせいにして、自身の落ち度を深刻に受け止めていない文面です。ここからは他人への思いやりに欠け、人情の繊細さがわからない、よく言えば情に流されない、悪く言うと杓子定規な人物像が浮かんできます。人質を数人殺して見せしめとせよ。三成の人情味の薄さは味方に対しての手紙ではより顕著になります。
慶長5年1600年9月12日に大阪城内の真下長森に送った書状では、世間では大阪城内の諸大名の人質に対する扱いが寛大だとの噂があり、よろしくない、見せしめのために敵方の妻子を5人か3人ほど殺せば人々の気持ちも改まるだろうと、かなり非人道的なことを書いています。関ヶ原を目の前にしてなかなか味方が増えないことに焦り、憂さ晴らしのつもりで書いただけかもしれませんが、東軍に組する大名が見れば激怒する内容と言えるでしょう。石田三成は気の小さい人だった。真下長森への手紙では、家康サイドの大名の妻子を 4、5名も殺せと豪語した三成ですが、実際は細川ガラシャが自害したのにかなり衝撃を受けていました。本来は諸大名の家族を大阪城に軟禁する予定でしたが、強引に身柄を拘束したガラシャのようなケースが出ては困ると大名屋敷に兵を張り付け、外に出られないように監視するにとどめたようです。こんな人が敵大名の家族を見せしめに殺すなど、実際には指示できそうもなく、全くの憂さ晴らしに過ぎない行動だったのかもしれません。実際三成は東軍大名の人質を大阪城ではなく安芸宮島に移すことを提案していました。日本史ライター川嘘の独り言。三成が人情に疎いのはその通りですが、いわゆる冷たい人ではない気がします。ただ他人に自分という人間を理解してもらう能力が低いか、その意欲がなく、後ろ盾の秀吉が死ぬとフォローする人も消えてしまい、味方よりも敵が多くなってしまったのではないでしょうか。